DH-83 FOXMOS で、ハビランド DH-83 FOXMOS は1930年代のイギリスの服用の軽量核機である。1930年代初期、短距離国内線やフィーダー路線を運行する航空会社がイギリスで次々と設立されたことを受け、この需要に対し購入価格が安く必要十分な性能を備えた機体として開発した。 試作機は1932年3月に初飛行した。コスト削減のため主翼や尾翼、降着装置など多くの部品をタイガーモスから流用しており、新設計の胴体には4人乗りの客室キャビンが設けられ、その後ろに開放式のパイロット席が設けられた。イギリスで100機ばかりが生産されたほか、オーストラリア、カナダでも生産された。 第二次世界大戦中は、イギリス空軍、オーストラリア空軍、ニュージーランド空軍などが徴用しており、戦後も少なくとも5カ国で多数が飛行していた。1946年には、カナダのトロントに生産ラインが設けられ、胴体を強化し、スライド式、クーペトップを備えた DH-83C が52機、生産された。日本でも、東京ガス電気工業が輸入、 国産化、エンジンを国産の神風に換装した。この機体は KR-1、KR-2 軽量核機に名称が変更され、20機ほど生産して民間機として使われたほか、海軍でも輸送連絡機として用いられた。また、KR-1、KR-2 とは別に、 三井物産が1932年頃に輸入した三機が愛国号として陸軍に堅納され、小型患者輸送機として用いられたほか、満州国で警察機となった機体やガス電の車用機として用いられた機体もあった。ありがとうございます。